柿沢美戸は、日本の政治家、衆議院議員、本名表記、柿沢美戸、東京都議会議員、維新の党政務調査会長、同幹事長などを歴任した。父は、外務大臣、衆議院議員、山梨県知事特別顧問、自由党党首を歴任した柿沢浩二。妻は前、東京都議会議員の柿沢幸恵、大倉官僚の父、 カキサは工事の赴任先のベルギーで生まれる。生後三ヶ月で日本に帰国し、東京都江東区に転居。江東区立数野小学校、麻布中学校、江東学校、東京大学法学部卒業。ゼミは松下光夫の通称法。評論家の後と秀でが主催する論語の私塾、伊比塾にも通っていた。また1992年には、富士テレビの番組、 カルト級に出演し、カルトキングに輝く。東大卒業後の1995年4月、NHK に入局。長野放送局に勤務し、1998年、長野オリンピックの報道にも携わった。1999年、当、工事の東京都知事選挙への出馬を契機に、NHK を退職。2000年の、 第42回衆議院議員総選挙で、父が当選して国政に復帰したため、父の秘書を務める。2001年6月、東京12区構想を掲げる、無所属政策集団1-2の会を旗揚げ、同年の東京都議会議員選挙に、江東区選挙区から出馬し、初当選する。その後、民主党に入党し、2005年の東京都議会議員選挙には、 民主党公認で出馬して再選された。同年8月、都議会民主党政調会長に就任。2008年2月9日、知人と焼肉店で飲食後、首都高速道路で酒気帯び運転による自損事故を起こし、飲酒の発覚を免れようと雪を食べたとされる。2月12日に都議会議員を辞職、民主党を離党した。その後、 滋賀県にある臨済州英源寺派大本山、英源寺で修行を重ね、帰京後は食道癌に罹患した父の看病に携わった。2009年8月、みんなの党に入党。同月の第45回衆議院議員総選挙に、みんなの党公認で東京15区から出馬し、小選挙区では民主党の東正蔵、自由民主党の木村勤の後陣を廃したが、 重複立候補していた比例東京ブロックで復活し、初当選。2012年12月の第46回衆議院議員総選挙では、東京15区で民主党から日本未来の党へ倶替えした、東正蔵や自民党の秋元司らを下し、初めて小選挙区で当選した。みんなの党では、枝田賢幹事長の側近として活動し、政調会長代理を務めたが、枝が、 渡辺義美代表との対立により2013年8月7日付で幹事長を解任されると柿沢も政調会長代理を解任された。同年8月23日、みんなの党へ離党届を提出し、受理された。2013年12月、UI の党が決闘されると政策調査会長に就任。日本維新の会との合流へ向けて、 政策協議を進める。2014年9月、日本維新の会と祝いう愛の党が合流して、維新の党が決闘したことに伴い、引き続き政務調査会長に就任。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙では、東京15区で自民党の秋、元を僅差で破り、参戦。2015年5月17日、 大阪市特別区設置住民投票で大阪都構想が否決されると維新の党の橋本徹最高顧問は大阪市長任期終了後に政治家から引退することを表明。枝田賢治は党代表の辞職を表明した。19日の両院議員総会で幹事長の松野来久が代表に選ばれ21日の執行委員会において幹事長の公認に 政調会長であった柿沢を政調会長の後任に政調会長代理であった今井正人を当てる人事が決定された。8月14日、山形市長選挙において民主党、共産党などが推薦する立候補者を独断で応援に訪れたことを問題視した松井一郎大阪府知事が幹事長の辞任を要求するが、これを拒否したため橋本、 松井が維新の党を離党し新党結成を表明するなど、党が分裂する事態に発展した。このため、党内から辞任論が相次ぎ、9月8日に幹事長を解任された。幹事長辞職後も維新の党の野党再編派として活動。民進党に合流した。2016年9月、連邦代表の下、民進党役員室長に就任。10月、 民進党東京都連会長選挙に出馬するも、現職の松原人しに敗れる。2017年6月、2017年、東京都議会議員選挙で、民進党から公認を受けている、妻の野上幸恵都議が、都民ファーストの会との連携を模索するとし、離党届を提出したことを受け、その責任を取るため役員室長を辞任した。9月の民進党代表選挙後、 離党を検討していることが報じられ、9月28日に離党届を提出し、希望の党に参加する意向を示した。同年10月22日党開票の第48回衆議院議員総選挙では希望の党公認で出馬し、党への逆風から党勢がしぼんでいき、2回続けていた小選挙区での議席を死守できず、最終的に比例で復活当選。 2018年5月、希望の党と民進党による、新党、国民民主党の決闘には参加せず無所属となった。2019年5月7日、無所属のまま衆議院会派、社会保障を立て直す、国民会議に入会した。同年10月24日、超党派の政策グループ、直感の会を、重徳和彦らと共に設立した。2020年9月3日、 立憲民主党と国民民主党の合流新党への入党受付が締め切られ、9月7日には玉木雄一郎を中心とする新国民民主党に加わる国会議員の募集が締め切られた。柿沢はいずれの党にも参加せず、無所属での活動を継続することとなった。ありがとうございます。